うも皆さんベリッシモです。今日はね、羽田空港に来てます。沖縄に行かせていただいて、またかって言われる。そうね、やっぱり沖縄大好きっていうことですので、ただし今回はですね、世界遺産の旅を楽しみたいと思うんですね。やっぱり沖縄ってすごいですよ。いやー、気持ちいいなー、いいなあれ、え、ベラフランシェ、あなたずっとここに住んでるの？まあ、また仕事で来ただけ。仕事で来ただけ。たまたま今日は YouTube の皆さんのために世界遺産、最近新しく登録された世界遺産を皆さんに紹介しようかなと思うんですね。僕の YouTube チャンネル。いいじゃん。そうしたらね、世界遺産だからアクセスがバーッとバーッとバーッと上がるんですよ。おお、なるほどね。わかる？うん、わかる。頭使ってね、やらなきゃいけないからさ。さすが。ええ、いや、さすが、さすがいて。だから、うん、車欲しいんだね。今日車ないんだから、うん、でも車ないよね。ない。グレースレンタカー、うん、ベリッシモさんがいると伝えてくれ、うん、そしてちょっと高級車、うん、ベンツでいいよ。ベンツでいい。何色がいい？あ、黄色、目立つから。あ、それお願いします。それお願いします。黄色いベンツ。オッケーオッケー、お願いします。ちゃんと電話してね。やっとこの人がね、役立つかもしれない。広いベンツだ。いいね、いいね。いいね。じゃあ運転手よろしくお願いします。任せて。ほら、チケット買ったんだけども、ほら500円、安いね。ほら、世界遺産見れる500円だけね。もう奇跡みたいですね。国神村、うん、バベアナもちゃんとね、ここ盛り上がってるんですよ。ここで感動しますよ、やっぱりね。あ、こちらです、はい、ちょっと散歩しますね。15分ぐらい上まで。ここの世界遺産初めてなんで、うん、まあ、これで良かったと思う。まあ、美しいだけではなくて、うん、リラクセーションができるっていいね。マイナス4ですかね。ペノデナドゥーラね。デビアン、珍しい木がありますよ。これ？うん。フェチアルボレア、ディクソニア。本当？うん。で、これはジュラ紀からある。ああ、ジュラシックワールドの。そう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 。ああ、ジュラシック、そんな古いんだ。そう、めっちゃ古い。いや、すごい場所だな。うん、もっとね、いろんな人に知ってほしいね、こういう素晴らしいところね。あ、
本当に海外の人にもね知ってもらいたい。そうだよ、ほらご覧ください皆さん、世界遺産にいます。イエーイ。すごいね、音もいいよね。なんか視線に戻るのが必要だね。たまには全然10分じゃねえよ。Sì, sì, maestro è qui, sandali. 僕サンダルだからね、ここ結構ね、やっぱりちゃんとスニーカー。あ、マドンナ。OK、 お疲れ様でございます。お疲れ様です。やっぱり素晴らしかったですね。まあ最高、本当にねえ。やっぱりここで、ね、ここに来て感じたことは、うん、やっぱり大自然に戻って本当にリチャージしたんですよ、心の中まで。世界遺産にもなったし、本当にリチャージをしにぜひ皆さん来てください。何マッサーだ35分で会う。見える見える、これね、間違っちゃったな。サンダルじゃなくて、いやでも素敵なシューズじゃないですか、ブラドルさんの。さあ、ブラドルもサンダルも素敵だけど、場所が合ってねえんだよ。まあね。まあということで皆さん、ベリッシモ TV 見てくれてありがとうございます。ね。アラブロッシマジャオ。ベラ。ケ、ゴデデベルパノラマ、アバチャボスラド。